大規模なクラスターが発生し、医療体制が逼迫している旭川市。市民の間には不安が広がっています。私自身も受診とかしてるんですが、今クラスターが起こっていて中止になってるんです。まず命ですよね。命がどういうふうになっていくのかなっていう危険っていうのはどこにあるかわからないじゃないですか。でどうなってった、突然来たらもうその対応ができるかできないか。その一方で旭川を訪れる観光客が増加傾向に。感染拡大の行方に影響はあるのでしょうか。感染拡大が続き、市民の間に不安が広がっている旭川市。平日午前11時の旭山動物園の駐車場です。市外のナンバーやレンタカーが目立ちます。冬季開園中の旭山動物園の人出は去年の同じ時期の7割ほどです。夏の開園期間は5割ほどだったのと比べると人出が戻っているのが分かります。今日園内には市民の姿はほとんどなく、 GoTo トラベルを利用した観光客の姿が目立ちます。旭川だったらまだ札幌よりなんか自然が多いというか、こう距離があるあって観光できるのかなっていうのが、行くのはもともと決まってたんで、まあ、札幌はちょっと避けながらちょっと違う地域を回ろうかなとか。旭川ってあんまりなんかニュースにはなんかのならないっていうか見てないんで、北海道で増えてるのはもう札幌っていう認識しかないですね。旭川市内のホテルの予約状況は5割ほどで、キャンセルはほとんどないということです。こちらは昨日午後3時現在の人出を4月の緊急事態宣言直前と比べたデータです。札幌駅エリアやすすきのが減っているのに対し、旭川駅エリアは増えています。札幌 GoTo トラベル一時停止の影響で行き先を変えた観光客がいるものとみられます。確かに札幌市は対人口10万あたりの感染者っていうのは全国トップですけど、2番目は実は旭川で、そんなに札幌と変わりがないっていうところですね。東京大阪よりも旭川は多いっていうところを少し認識していただくことは大事かなとは思います。急速な感染拡大で医療崩壊の危機も指摘される旭川市。今後の観光客の動向が注目されます。